時は世紀末、世界はアーティスト降格が正義という言葉に包まれた。だがこの男は降格がなくても強い。はいどうも、始まりましたレイチャンネルです。よろしくお願いいたします。というところでね、皆さんついにやってきましたよ、ゴジラの転生の回です。これということで、ね、皆さんね、松井秀喜さんがね、僕のオーダーに帰ってきました。これ簡単に軽く説明しますと、2年前かな、プロスペ始めてちょっとしてから、松井秀喜さん動画出したんですよ。これがですね、僕がプロスペエース始めたばっか。で、まだ YouTube も始めたてだったんですよ。で、初めて1万回の動画になったのが松井秀喜さんなんですよね。で、その後ですね、ずっとガチオーダーでゴジラ打線っていうのを組んでやってたんですよ。で、ちょっとスピもきつくなってきたし、使いたい選手も増えてきたっていうことで、秀樹さん外して、で、前スピ解放してなんとか代打で使ってたんですけど、いろんな選手使いたいというところで外して、今回ようやくセレクションできました。いやね、ゴジラをね、使いたかった選手の一人で、結構ね、ワクワクしますね。ということでね、今日は松井秀樹選手のデビュー戦やったりましょう。もうね、これ多分スピちゃん予選の野手最後のピースです。はい。はい。でね、松井秀喜さんの動画見る前に、ちょっとね、皆さんの中で松井秀喜さんをどう思ってるかわからん。正直プルヒもあるし、なんですけど、ちょっと最初にさ、言わして、昨日なんですけど、超高速フェードの、大会ルールで、ルーム戦をですね、スタッフのモンキーとアジーとね、結構やり込んでたんですよ。でね、そこでね、驚愕のホームラン打ったの。ちょっとね、これね、動画にしてなかったもんで、もうしゃあないんだけど、もうなんか、口で言うとさ、俺嘘っぽいやん。ね、ガチだからちょっと聞いてほしいんだけど、相手ピッチャーが藤川球児さんの極みだったかな？調理だったかな？調理だったんですけど、ほんで、僕、藤川球児さん結構苦手じゃないですか。ホームラン打った記憶ないぐらいだったんですよ。で、松井秀喜さん特殊能力フルで発動したんですよね。そしたら、ステータスの方がミートが88、パワーが99カンストしたんですよ。で、ストレート待ってて、ずーっと、思いっきり引っ張ってやると思って。で、藤川球児さんってさ、外流すのも結構難しいじゃないですか。変化球とか、スプリットの方。で、来た球がね、スプリットの大きい方が来たのよ。外に。で、松井秀喜さん、もうまっすぐ通信待ってたからこそ、ちょっとタイミングも早くて、引っ張っちゃったんだよね。宇宙間の方に。そしたら、入りました。はい、キャラゲーありがとうございます。これが本当のキャラゲー。マジで。スタッフのモンキーなんて一言つぶやいたかというと、キャラゲーよっつって。だからもう外角の球を宇宙間に思いっきり引っ張ってホームラン。というところでね、松井秀喜さんね、今回ね、ちょっとね、使っていこうかなと思います。軽くステータス見ておくと、パワーが87の A なんですよね。パワー85を超えてる選手は、僕の使ってる感じ、広角がなくても結構飛ぶイメージ。流し方向でも。でね、守備はね、ちょっとね、見劣りする。なんでかっていうとね、センターはやっぱ通常選手でもギーちゃんとか、あと丸さんとか、センター B、ないとちょっとあれかなっていうところがあるから、使うとしたんやったら、代打か、指名打者かなというふうに思います。はい。ほんでですね、特殊能力が超パワヒ、プルヒ存在感といって、ちょっとね、プルヒが懸念点ではあるよね。今の環境は。なんですけど、これね、僕結構推しの特殊能力で、なんでかっていうとね、これいつでも発動するんですよね。これって。もちろんね、60%、55%、50% って発動率はあるものの、チャンスじゃなくてもいい、固めてなくてもいい、みたいな感じでいつでも発動するので、結構能力的には上がりやすい選手なのかなというふうに思います。特殊能力ね、軽くついただけでね、もうカンストしますから、パワーが。バチバチに強いかなというふうに思います。もう結構やれるよっていうことをね、今日の動画で示していきたいなというふうに思います。それじゃあね、ランク戦の方をやっていきましょう。松井秀喜さんのデビュー戦いきましょう。あ、ゴー！はい、お相手の方は、千賀さん、よろしくお願いいたします。ちょっとみんな打率は目つぶっといて。はい、よろしくお願いいたします。というところでね、ランク戦の方やっていこうかなと思うんですが、だがしかしバット案件言っていい。ちょっとさ、俺さ、皆さんに相談したいんだわ。このさ、無凸上沢さんどうする？これ変化量マイナス1なんですよ。で、シリーズが2020の私立かな。で、だからスピリッツが3200ぐらいなんでね。ほら、これマイナス1食らってるんですよ。で、スピチャー予選どうしようかなと思ってて。で、僕のね、先発ローテが今、ダルビッシュさん、で、ほんで誰だったっけ？大野さん、で、千賀さん、上沢さん、岩隈さんって感じなんですよ。で、もし、もう、これスピ解放するっていう手もありなんですよね。
でもしくはもうマー君の極みをぶっ込むか、ただタイピンのじゃない方なんですよ。これね結構今迷ってて、まあまだね1ヶ月っていうか、まあね 2,3 週間ぐらい時間はあるから、まあもうちょっと時間は使っていいのかなとは思うんですけど、ちょっとね、まあもしねアドバイスとかがあったら、ちょっとコメント欄に、あ、なんかね理由とかも書いてほしい、これだからこうみたいな、ほら撃たれたまあそんなことはね、今日どうでもいいですよ。とりあえず皆さん、うん、上沢さんが打たれようが打たれまいが、今日松井秀喜さんでホームラン打つから、ちょっとバチバチにすごかったからさ、昨日の打撃は。本当に。ちょっと頑張りましょうかね。ライト取って、てるわくん無理かよしこーい。でもね、なんやかんや、こうマイナス1で上沢さん使ってますけど、あのね、意外とやっぱね強いんだよね。だからね、どんな人にでも1、2点取られるんだけど、あんまり大量失点がないピッチャーかなと思う。なんかね、連打が続きづらいピッチャーかなというふうに思いますね、使っとって。で、変化量マイナス1になることによって、このカットボールが変化量マイナス1なんですよ。だからね、変化量が1。これも結構強みかなと思う。さあ、ナックルカーブ。さあ、ここはなんとか抑えよう。さあ、ノムさんと上沢さんのバッテリーやから。なんたって。ね、どうしようかな、これ、ちょ、一旦ちょだけにしてさ、ツーシームじゃないこれ、外に。空振りっしょ、これ。おね、ねで、ツーシームを、ここに、ビタで投げてあげる。これで完璧なんです。はい。いや、やられました。さん結構強いんで、はい、完璧です。よし、オッケー！さあ、打っていこう。ちょっと長かったわ。うわ、やべえ、みんな聞いて。ちょっと8番まで回さなか。あのさ、俺、松井秀喜さん代打で使うんだけど、ちょっとね、俺、代打に入れたままだった。ちょ、デビュー戦だからさ、スタメンにしようと思ったのにさ、忘れとったわ。1番破壊神カブちゃん特殊召喚、いきましょう。集中、マジで勝ち込もう。 OK、 さあちょっとね本気でいくわ。5点取られてるし、うん、集中していこう。おらい、さあノツ、さあよう見えとるよカブちゃん、頼むカブちゃん。いや OK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 、 反応はできてる、反応はできてる。さあ2ボール1ストライク、集中。OKOKOK、 カブちゃんある、カブちゃんあるよ、大丈夫大丈夫。2やっちゃった。うそー、あい、3番バス、お尻ぶっちゃ大きい、危ねえ、負けるかと思ったコールドで、危ねえ最高、バット短く、アップルペンシル短く、ノムさん。さあちょっと8番まで回そう、みんなで、なんとか OK。 さあ8番に回して松井秀喜さんにちょっと勝ち込んでいこう、集中していこう、勝ち込むよ、バット短く。あぶねえ、あぶねえ、集中、ワンワン。うわ、マジか、ワンボールツーストライク、集中。オッケー、ツーツー、集中。オッケー、ツースリうわ、マジか、やべえ、ちょ待って、あと1点取られたら終わりなんだけど、てかうまいんだけど、めちゃくちゃ、はい、バカうまかったんだけど、はい、よろしくお願いいたします。というところでね、今日はですね松井秀喜さんのデビュー戦、一生懸命ね頑張っていきたいと思います。ちょうどね1番に入れてきましたんで、いきなりねちょっと勝ち込んでいこうかなと思います。ステータス見て、強いでしょ、プルヒだけなのに。ちょびとってね、じゃあいきます、やります、勝ち、1番ごっついだ、やっていこう、ちょだけね、来た来た、満塁できたぞみんな、はいどうも、来て見て見て、ね、ね、強いんですよ松井秀喜さん。なんでちょっと今からね、勝ち込んでいきたいと思います。はい、ね、強いでしょ、ちょっとさ、ちょっとね、強いんです、見てて、このかっこよさ、ほら、ちょ、ごめん、皆さん。ちょ、1打席だけは、もう1回だけ出して。ちょ、デビュー戦とか行って3試合目になるのは、俺は、ちょっと心もとない。ただ、相手三八吉伸さんで、ちょうどいい、マジで材料になる。見てて。ね？やれるでしょ？対響ついてるけど。行きますよ、これ。1番、ゴツイラ。